あルマさんこんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、ペイペイつかなら断然ダイソーキャンペーン、家電量販、セブンデイズも12月に開催ということで、今回はペイペイに関する情報を大きく3つに分けてサクッとお伝えしていこうと思います。それではまず1つ目は、ペイペイとダイソーのキャンペーンからお伝えしていこうと思います。キャンペーン名は、ペイペイつかなら断然ダイソーキャンペーンということで、開催期間は2019年の12月の17日から12月の23日までとなってます。まさかのダイソーでキャンペーンとはちょっとまた面白いです、ね。 このキャンペーンの対象店舗は全国のダイソーとなっていまして、けどまあ一部の店舗では対象ではないので、ここはお気をつけください。で、気になるキャンペーンの内容なんですが、対象の店舗で PayPay で決済したら、一度にお会計税込み700円以上のお買い物をされた方に100円相当の PayPay ボーナスがもらえます。なので、消費税は抜いて、感覚的には一つの商品が浮くっていうのはちょっといいですよね。 あと何度も700以上のお買い物をして還元されるというわけではなくて適用回数っていうのが決まってます。まあこちら今出てる通りなんですけどもソフトバンク、Y モバイル、あとは Yahoo プレミアム会員の方の場合は期間中2回まで、それ以外の PayPay ペペユーザーの方は期間中1回までとなってますのでここは気をつけないといけないですね。そして残りの注意点、付与日なんですけども Yahoo ーカード以外のクレジットカードは対象外で、あとは PayPay ペペが付与されるのは決済した翌月20日前後となってます。以上が PayPay ペペとダイソーのキャンペーンですね。 次、二つ目は、ペイペイと家電量販店のキャンペーンです。その名も、家電量販セブンデイズということで、キャンペーンの期間は、12月の16日から12月の22日までの7日間となっています。こちらのキャンペーンの内容ですが、対象店舗にて、ペイペイで決済したら、決済額の10%相当のペイペイが付与されます。気になる対象店舗なんですけども、エディオングループ、ケイズ電機、 上信電気グループ、ビッグカメラグループ、山田電機グループ、こちらのお店で PayPay ペペで決済したら10%還元されるということになりますね。そしてこのキャンペーンで気をつけないといけないのは、全員が全員対象ではなくて、ソフトバンクもしくは Y モバイルユーザーの方が対象となります。詳細は省くんですけども、ソフトバンクや Y モバイルユーザーで端末認証が条件となってますので、これに関しては詳しいことは公式ページでご確認ください。で、残りの情報なんですけども、1回あたりの上限が1000円相当まで。で、でキャンペーンの付与合計上限は5000 円相当まで。あとはペイペイが付与されるのは決済した翌月20日前後となってます以上がペイペイの家電量販セブンデイズのキャンペーンでした最後3つ目なんですけどもペイペイフリマについてですねでこのペイペイフリマが1ヶ月で100万ダウンロード突破したということで300円以上の購入で使える100円オフのクーポンが今配布されています期間は短めで11月の17日の日曜日までとなってますのでご利用されたい方はチェックしてみてください で、今回のキャンペーン日付ごとにまとめると、えー、上から順で,ですね。家電量販セブンデイズ12月16日から12月22日まで。そしてダイソーのキャンペーンに関しては12月の17日から12月の23日まで。そしてペイペイフリマのクーポンに関しては11月の17日までとなっています。 まあそんなことで今回はペイペイの話題3つについてお伝えさせていただきました。まあ僕自身はペイペイとダイソー、そしてペイペイフリマのクーポンは使おうかなと思ってます。まあ家電量販店のキャンペーンに関しては場合によっては今現在ペイペイモールの還元、まあ20%還元のキャンペーンも実施してるということもあるので、まあちょっと検討してるという感じですね。もちろん量販店で今回ペイペイのキャンペーン参加される場合は量販店独自のポイントも使えるので、まあそれと併用して使うのもいいのかなと思います。一応下の概要欄に今回 お伝えしたキャンペーンのリンクなどもそれぞれ貼ってますので、詳細が気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。